集団という意味を持っていますが、我々はカラスがバラバラに鳴く姿を個性と捉え、一人一人が輝く集団と解釈しました。これを現代人の自己表現の葛藤と重ね、演舞テーマといたしました。精一杯演舞いたしますので、どうかお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。私は私を表現する、強い意志を持って。Thank you.
なれ。見てくださったお客様に向かってです。ありがとうございました。なれ。風神撤収。ありがとうございました。ありがとうございました。千葉工業大学よさこいソーラン風神部の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて続いて